ザクを発展させたグフ。ザクとは違うのだ。ザクとは名台詞です。僕もこいつに勝ちたい。三強いきます。フィーバー機動戦士ガンダムパチンコで登場。戦場は荒野。弓を手に入れたことによって冒険にさらなるバラエティが。どうもこんにちは、セナです。今回もスカイウォードソードの実況をやっていきましょう。というわけで前回はここのね、小さな鍵を使ってここを鍵をぶち開けてセーブしたところで終わったと思います。というわけでここ入るのかな、入るんでしょうかね。まあ今回は、前回実況、あ、ここやったわ、ここやったな。ここで弓矢を手に入れたんだ。もうバカ野郎、ほんとね。実況前回やったね。ブランクがないからといってこうやってね、度忘れが生じる。やっぱりね、実況あるあるです。よし、やっていきましょう。こっちのまっすぐ行ったこの扉で甲板に出たところが目的ですね。これを弓矢でぶち抜いていろいろとやっていく感じか。了解、やっていきましょう。あれですね、あれ。よし、弓矢セット。で、この弓矢はね、こうやって照準を狙い定めることができるんですよ。うまーいことね。で、ここで、よいしょ。で、こいつがピコンと出てきますから、こいつをもう一回ブシバク。おっと、ファイちゃん。マスター、セナに報告。あれが時空石である可能性 90%。この船に大きな変化を及ぼすと推測。何らかの手段で衝撃を与えることを提案します。了解しました。何らかの手段ってもう憎いですね。もうこれしかないでしょ。届くのか。届きますね。余裕です。こう手ブレ補正があったらもうさらにいいですね。よし、行きましょう。となると、このね、船一体半径16km ぐらいの、幅を利かせた時空石のね、範囲が出てきます。で、そうすることによってこのビリゲンさんたちもね、復活を果たし、こうやってね、いろいろとお役者にされるわけでございます。あー、閉じ込められたのか俺は。にゃやっていかない。おっ、何これ。打ち損じの矢を手に入れた。弓につがえて再び打ち直せる。もったいないですね。よしよしよし。あ、いますね。あ、撃ってくるのか、上から。なるほどなるほど。これ取れるか、もう一回取れる。あ、なくなってる、なくなってる。はいえ、はいえ、うわっ、降ってくるな、これ。雨あられですよ、ほんと。矢も降ってくるから。あ、危ない危ない危ない。よいしょ。さあ、こっち上がってこれました。いろいろと、まあ敵さんが、これそんな力は弱かった弱かった。よーし、いっぱい矢を手に入れることができました。今20本しか最大持つことができませんが、まあこれからね、いろいろと。あ、しかも、とっと、なんだこれ。え、これちょっと、お外に出ちゃうみたいな感じ。そうなのかな。こっちも行けるっぽいくはないか。一応、小さな鍵を使う羽目になっちゃうということは、上も確認済み。ってことは、やっぱこっちなのかな。やっぱこっちっぽいっすね。うわ、危ない危ない危ない、リンクさん。よし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 。じゃあこれをもう一回上、弓矢で、よいしょ。こうすると、あ、下に行ける感じかな。あ、思い出した思い出した。やっていきましょう。よし、最後の最後の海面まで着くことはなく、こっちもね、ちょっと2階ぐらいかな。そこ、え、閉まってんだけど。マジかよ、そんなのってありか。ここまで来させといてな、ほんとにもう。よいしょ。骨オリゾンとは思いたくないものです。よーしよ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 し。さあ、戻ってきました。ここはちょっと外れっぽかったですね。他に何か隠されてるとこがあるのか、向こうか、さらに上なのか。小さな鍵はもうないっすからね。うん、いやな、いやな、まあ、うん、秘密は隠されてそうっすけど。わあ、ここも行けそうですが行けないみたいな感じか。じゃあ一回ちょっと下に降りて考えてみっかね。ちょっと頭をひねろ。よいしょ。で、こうシュパーッと降りる。この敵さんを、敵さんをっすね、こう蹴散らすことに。ああ、危ないリンクさん。よいしょ、危ない危ない。はあ、間一髪。こっちの上かな。あ、上いける、いける。あ、いけますね。このはしごから、このほかな、ほの上に行けると。この骨を渡って、骨組みを渡って上に行ける。さあ、着きました。この真上には時空石がありますね。ああ失礼しますよ。ここのね、ここの下腹部にあるこのドクロを狙いましょうか。
さよならバイバイ。おっといたかバイバイ。アサシンクリードのごとく暗殺術を得意とするリンクさん、この緑の色、よし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 、こっちに行っても、あ、まだ何もないか、こっちは。ということは、あれ、え、行き場なくね。あ、こっちの敵さん、あ、まだいるな、こっちにも。いやー、よーし、オッケー。じゃあこっちも続けさま狙いましょうか。もう全滅させとこうかね。よしよしよし、もう無人のこの海賊船に仕立て上げますから。あ、食らっちゃったか。よく見ると体力も少し危ないっすね。あ、あそこにあるな。これを弓矢で狙って、よし、うまい。あー、なるほどね、なるほどなるほど、ハイテクすぎるやろ、ほんと。いや、でも弓矢でいちいち撃たなければいけないというところ、ちょっとした手間を必要とするのか。よいしょ、プル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 。ここで敵を倒しておかなかったらえらいことになってましたね。よし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 、渡っていこう。もうこれ高いところ、このね、狭いところが俺非常に苦手なんだよな、ほんと。もう全シリーズを通して苦手。よし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 、着きました。狙っていきましょう。うまい、うまい。よいしょ、で、A ボタン。さあ、時空石のさらに上に来ましたね。ここからどうなるのか。おっと、いるな。弓矢で倒しちまったな。一撃ですね。で、ここは剣を抜いて、これぶっ刺すのかな。で、回すか、ま、ああ、で、決定。あ、こうすると時空石が開くと。なるほどなるほど。で、そこの鍵も開いた。セナ、よくやったけど、どこにいる。船長、オラの船が綺麗に戻っただ。嬉しいけど、あとは仲間の船員たちを助けてほしいけど、船内に牢があるはずだから、きっとそこに詰まる。やい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 や、このバーツ印が、まあ、この船員たちの居場所みたいな感じかな。頼むけど、OK しました。了解します。さてと、こっから、またさらに向こうに行けると。まずは敵さんを。ヘッドショットで、さらに標的をクリア。よいしょ。さあ、こっちに渡っても、あとは下に降りるだけの作業ですかね。よーし、来ました。こっちからも降りるか。パラショールを使うね、ここら辺で。さあ、入ってるかな、なんか。おおっと、爆弾か、爆弾か。今回のスカイオードソードは、あのあれですよ、弓矢と爆弾を合わせて爆弾矢みたいなことにはできないんで、まあ、爆弾もね、まあ、あー、しまった。まあ、しまったことはないか、妖精捕まえてしまいました。捕まえたというか、もう強制的に拉致したと言いますか。まあ、とりあえず良かったということで、はいはいはい、よし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 、結果オーライということでね。で、こっちはまだ開いてないということは、飛び降りろ、オッケー。で、向こうが鍵がもうさらっと開きましたから、もう敵さんに気づかれるというか、もう切りつけられる前に入っていきましょう。で、まっすぐは甲板というかね、あの弓矢が入ってた箱のところですから、こっちに行って、さあ、ここら辺でちょっと地図を見ておきましょうかね。うん、 B2 ぐらいか。 B2 ですね。このもう一個下ぐらいに、どっちだったっけな、こっちかな。一応もう時空石でね、ちょっとここら辺船内が若返ってるんで、構造が少し変わってくるかもしれませんが、ご了承くださいと。わあ、あ、こっち行けるようになってます。ビリケンさんがいますからね、これ。うわあ、もう待ち構えてるやめて、頑張りゲージを。ここだ、いける。まずはこっちからで、さらに、うわあ、いけないか。 OK です。さあ、こっから、ここ弓矢でいけなさそう。弓矢じゃない、生身じゃいけないですね。これ敵さんを全員蹴散らしてからみたいな感じかな。この部屋には何も、いや、隠されてるな、多分これ。お、この上をちょっと見渡しておきましょうや。ほら、あったあった、あそこの時空石を、このね、この格子戸、格子戸からこの越しに、こう貫く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 。さあ、これで
軸石元に戻りますが、代わりにねこっちが、いけるようになると、頭がいいでございましょう。さあここで開けましょう。何が入っているのか。ここまで手間を取らせたわけですから。あー、ダンジョンの地図、これね重要です。さあ世界が広がるぞ。プコン、行ったことない部屋がねこう表示されたということで、よしよし、さあ戻りましょうか。もう一度弓矢をセットしまして、もう4本しかありませんね。そろそろ補充しなければ。ああ本当に手ぶれがね起きるんですよ。感度が良すぎ、やばい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 、矢継ぎ早にやばい。オッケー、危ない、閉じ込められるところでございましたよ。よし、オッケーです。この樽にね入ってるシステムがするんですよね、やっぱりね。よし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 、オッケーオッケー。はっ、さあこっちではないでしょうが、一応こっちの部屋も行けるようにはなってるんですよ。このね船員たちを助ける暇があれば、もうちょっとちょっと冒険を楽しめやみたいな。さあここからね、あそこ見えるでしょうか。弾かれるんですね、弾かれるんだ。ということは、あれ、ということは時空石を、もう一回ごめんなさいね、こっちからねしこトンと出れる方法さえあったら。ああもううるさいなお前は、ビリビリ言ってんじゃん。ああしまったー、頑張りゲージがないよな、危ない、ふざけやがって。こっちから出れる方法はなかったですかね、ちょっと確認するのが忘れていた。もう一回いきます、すいませんすいません、ほんと。さあ手短に行かせていただきますよ。百花繚乱、何、いけ、当たらないかな、当たらないからね。さあさっきはちょっと宝箱に目がくらんで、こっちちょっとよく見てませんでしたが、やっぱりあったな。オッケーオッケー、これよかった、やっぱり来てよかった。ここありました、ここをこうスコッと開けておくことによって閉じ込められるの回避。さあさらにですよ、ちょっとひらめいたんですね、ひらめいたんですね。よしよしよし、うまく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 いって、うわーしまった。でここにもう一回やってきました。その理由としては、ここね、このくるくる回ってたこの換気扇が動いてないんですよ。この隙間から弓矢を手に入れたことによって、よしよしよし、狙える狙える、よしよしよし、狙える。するさあ、するとどうなる、扉が開くわけでございますよ。さあ入ってきましょう。これはなんだ、なるほどな、ということ、あもういちいち演出はもういいな。コウモリさんもいますから、うだよ、うわー電気浴びてる、もうほんとやめて、やめて、もう電気タイプ苦手、ほんとね、うわーハートがどんなとこ行ってんのこれ、くる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 、危ない、あここだ、イチルピー。さあここのどかしましょう。ハートも取っておきたいですがね、まあ仕方ありません、あんなとこあるんですからね。さあ来ました、ここをさらっと動かしまして、はい OK です。でここで、ここリンクさんが乗ったまま、乗ったままで、よしよし、こっから狙うと、おーおーおーおおおお、うわぁ弾かれちゃう、ここだ、うまい。さあこれで向こうの扉も開いたと、これで下準備は OK。 この時空石が発動してない状況でできるのはここまでです。さあもう一回時空石を発動させに行きましょう。行くぜ行くぜ行くぜ、よしよしよし。てかそんなこんなしてるうちにもう14分なんですね、早い早い、時間が経つのが早い。ペラペラ喋ってるが本当時間、ペラペラ喋ってるとこうなりますね。さあ今度は注意深くやっていきましょう。あー危ない。さあやってきました、こっち側ですね。さあもうこれでここの行き来はもうなくなりますね、めんどくさかったですが。よし、さああそこの部屋入っていきましょうか。ドゥルッ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 ドゥ、でこっちがねさっきの弓矢によって開きましたので、
一人で何してる？たった一人で何してる？ハート一つゲット。さあここはブスリで左に回す。で押し込む。なるほど。まあちょっとここ謎の部屋ですがね、ここの電力が作動したということでございますか。オッケーオッケー。おファイちゃん、マスター、大きな振動を確認。この装置を操作したことにより船内で何らかの構造物が動き始めたと推測します。状況は不明ですが、現時点で牢にいる船員たちに会うと。ピピー、よし行きましょう。さあこれで電力は、行き届いたと。船船内中に引き引きで行き届いたというわけで、じゃあこっち行きましょうか。で向かいの部屋もちょっと一応鍵は閉まってますが、まあとりあえず行けることには行ける。行けるんすね。行きよ行きよ。本当にもう軽い軽い。さてこの木箱がちょっと気になりますね。これなんだろう。あ、これか。さあ押せ押せリンクさん、いけるぞ、いけると。もうちょっと、いける、よし、よし。でここまで来まして、でもう一回乗りました。さあここでどうなる。なるほどね。ここの船のあそこに繋がってたということか。これでいろいろと理解できましたね。さあこっからここから一応出入りができるようになってしまったということですよ。ああなるほどね。うわ、なんだなんだ、何の音だ、何の音だ、何が起こったんですか。まあじゃあとりあえず、じゃあ今回はまあいろいろと、まあ船の整備といいますか、ちょっとリンクさんね、建築士ですから、いろいろと頑張っちゃいました、頑張っちゃいました、頑張っちゃいましたの。それじゃあ今回はここら辺にしておきたいと思います。次回はね、もうこの海賊船のダンジョンも大詰めですよ。というわけでね、もう詰めて詰めてやっていきたいと思うので、よろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。失礼します。あ、疲れた。ザクを発展させたグフ、ザクとは違うのだよ。ザクと名ゼリフです。僕もこいつに勝ちたい。三強いきます。フィーバー機動戦士ガンダム、パチンコで登場。何度も夢に破れて裏切られて、そしてここへたどり着いたんだ。急ぐ理由はないけれど、僕は何度も時計の針を気にしてはため息をつく。一体どこで間違った、どこで諦めた。巻き戻すためのボタンがあればな。静寂の中ドアが開いた。本当はとっても怖いんだ。これに乗ればそう、また同じ日々。わかってる、このままじゃダメだ。I got